願いします。山口大輝です。太い幹のようにすくすくと育ってほしいという意味と、お父さんの方のおじいちゃんが幹という字が入っているので大輝になりました。9月2日です。 B 型です。妹がいて2人兄弟です。おとなしいです。周りからも人見知りとかおとなしいとか言われます。言われたことはやります。言われたことしかやらないです。赤色です。グレーです。オフィシャルヒゲダンディズムのハローです。秋です。ゲームです。声です。バレーボールをもっと頑張っていました。宇宙です。バレーボールをやっています。社会と体育です。図工と家庭科です。俳優として頑張ることと、あとはバレーボールのリベロにもなりたいです。好きこそものの上手なれです。バレーボールです。宮崎です。おいしいお米を持っていきたいです。インドア派です。ほぼゲームをします。オフィシャルヒゲダンディズムのノーダウトです。スイッチのカセットです。ティッシュです。身長をもっともっと伸ばしてめちゃくちゃ強烈なアタックを打ってみたいです。お母さんが服装は決めているのであまりこだわっていない。虫です。子供に優しい大人になりたいです。英語と習字と俳優活動とビートボックスとバレーボールです。ビートボックスです。トマトです。ブドウです。ゴーヤです。ツナマヨです。どちらかというと信じます。あ、妹と喧嘩してからなんかお母さんに怒られた時に泣きました。妹と喧嘩して妹に怒りました。バレンタインチョコをもらったことです。音楽を聴くことです。最近お母さんの言うことを意外と聞くようになってきました。骨折した時です。あまり運動するときは怪我に注意してね。楽しいです。俳優として頑張っていきます。お米は一番食べているし僕の中でも一番好きなのでお米にしました。たくあん。ハスキーボイスなんですけど、妹がハスキーボイスなのでなんかめちゃくちゃああいいなって思いました。山口大輝です。特技はビートボックスです。これからも俳優として頑張りますので応援よろしくお願いします。